こんにちは。愛と笑顔で世界を変える男、感動の講演家山田和弘です。イエーイ。せーの、いいね。どうもこんにちは。そうですね、今日ツイッターで、毎日毎日心がけていること、いい人になるって今日書いたんですね。いい人になるってどういうことかなって思ったんですけど、まず大事なことは自分のこと大好きな状態が僕いいと思うんですよね。いい人になる、例えば、嫌なこと上司に怒られたとか、僕タクシー運転手なんですけど、例えば嫌なお客様、周りの車の状況とかで嫌な思いとかするじゃないですか。その時に自分の心が嫌な状態でにかこう心の中こうぐわーっと占領してしまうと、自分は表情が暗いですね。なので嫌な感情になった時にすぐ本来の自分に戻る、こう頭の切り替えができるとすごくいいと思うんですよね。どん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 引きずってたら、僕、運転しててお客さん乗せてくださいって来て、でお客様にこうドアガチャって、こんにちはよろしくお願いしますって言った時にちゃんとした笑顔はできないと思うんですよね。なのですぐ気持ちを切り替えれるように、気持ちを切り替えることがちゃんとできるっていうことは、セルフイメージが高い、自分最高、自分大好きって思ってるとすぐいつもの自分に戻れます。ですがセルフイメージがすごく低い状態、俺はダメなやつ、俺はダメなやつ、俺はダメなやつって、ダメなやつダメなやつって自分に言い聞かせてると、本来の自分に戻るまでの時間がすごく時間がかかってしまいますね。なので、自分をいつでも応援してあげられる状態、嫌なことがあっても自分大丈夫、自分できる、自分愛してる、優勝したーみたいな気持ちをすぐ切り替えられる状態が僕、まずすごい第一条件だと思います。その次に、いい人になる習慣ですね。僕が習慣にしていることは、例えば公園に行った時に吸い殻が落ちてたらちゃんと火が消えてる、まあ吸い殻も吸った人が 吸い終わったやつ、吸い殻とかは火が消えてるのを確認してちゃんとゴミ箱に集めたり してますね。あと空き缶、ペットボトル、自転車、僕、通勤してる時に自転車で通ってるんですけども、空き缶、ペットボトル落ちてたら必ず拾うようにしてます。あとはゴミ、公園にマックの袋、ゴミがそのままボーンと置いてあったのをゴミ箱に入れたり、ゴミを見かけたら自分で思ったら必ずやる、見つけたら自分が気づいたことはすぐやるようにしてます。あとは、出勤してる時に小学生を守る子、なんていうか横断歩道、緑のおじさん、今そういう言葉あるんですかね、見守りたい、横断歩道信号のところで見守ってくれる方に必ず挨拶してます。お疲れ様ですとかこんにちはってやってます。その時も笑顔、必ず笑顔、常に笑顔、一人でいる時も笑顔、必ず作り笑顔してます。あとは人と会うトイレ掃除、僕すごい公衆トイレ行くんですよ。1日に5回6回ぐらいかな、5、6回行くんですけども、トイレ掃除してる方に会ったりするんですね。必ずトイレお借りします、いつもありがとうございますって必ず笑顔で言ってますね。そうですね、とにかくいい人になろう、笑顔でいること、あとなんすかね、心がけてることは、あとそうですね、相
手の気持ち、顔、相手の気持ち、心の矢印、自分の意見をわーって言わない、相手の立場に立って聞くようにしてます。だからまず相手の話をしっかり聞く、その聞いてる時に反論は用意しない、最後までしっかり聞いて全部受け止める、その後に自分はこう思いますっていうのを心がけてますね。基本的に反論はしないですね。僕はこういうふうに、あなたはそうなんですねって言って、僕全然話し合わなかったら、あ、斬新な考えですね、新しいですねって言ってます。絶対否定しない、あ、俺はこういうふうには思わないなとか、そういう言い方は絶対しないですね。あ、勉強になりました。で、実際に超いいこと言ってたら自分の中にどんどん足していく。必ず承認する。相手と戦わないように会話してるときはしてます。でも昔はね、もうすっごく僕本当怒りっぽかったので、なんかもう切れちゃったりするときありましたね。もう友達であろうと、タクシーのお客様、あと奥さんとかにも本当怒鳴り声を上げて、最悪な人でした。ですが僕はもう一生そう怒鳴ったり怒ったりすることはないです。はい。あといい人、そうですね、最終的にはもうちょっと話しただけで、自分がこう、与えてる人、笑顔でも相手を幸せにして、僕の話で相手を幸せにして、僕の行動、例えば奥さんが何かしたら、何かしてって言われたら、前もなんか本読んでたりとかスマホゲームやってる時とかあったら、あ、これ終わったらやるねとか言ってたんですけど、奥さんに何か頼まれたらすぐ、はい、すぐやりますって言って気持ちよくやる。そこで考えない、何も考えたら、奥さんのことちゃんと愛してないのかなって、 100% 愛してるから絶対奥さんの頼み事は、すぐやる。だって嫌なことさせようとしてないですからね、奥さんは。奥さんは今手が必要だからお願いしたからしてるわけなので、すぐ行動、何も考えずすぐ行動、そして行動してるときは喜んでやる。皿洗いだったら、お皿さんありがとうって、トイレ掃除だったら、トイレさんありがとう、お風呂掃除だったら、お風呂さんいつもありがとうございますって言っていつもやってますね。必ず喜びます。俺やらされてるな、なんで俺こんなことやんなきゃいけないのかなって前は思ってましたけど、全部喜びながらやる。仕事も喜びながらやる、家事も喜びながらやる、通勤中も、一人で自転車乗ってる時も、笑顔。あ、僕だからなんか、ちょっと前まではこういうふうに思ってました。例えば、僕が自転車乗ってて、相手が自転車乗ってて、すれ違う時に相手が笑ってる時とかありますよね。ニコニコしてる時、あれこの人なんで笑ってんのかな、なんかおかしいな、なんかどうにかなっちゃってんのかな。例えばあとは歩いてる時にこう歌ってる人、なんか大声で、あ、なんで歌ってんのかなとか。あと、僕が車で見かけたんですけど、男の人なのに日傘さしてた人、スーツでね、あ、なんでさしてんのかな、なんか女の子っぽいなみたいな、勝手におかしい人だなって思ったんですけど、これ僕が全部間違ってました。僕がおかしいなって思ってるたことがまずおかしいんですよね。笑ってる人見たらその人幸せなんですよね。僕がおかしいなってもう心下がってますよね、自分で。おかしいな、なんでかなって、こう 眉毛こう寄っちゃいます。こう眉間か、眉間にシワが寄っちゃいます。僕は眉間にシワ寄ってるんですけど、自転車乗りながら笑顔の人は幸せなんですよ。幸せだから笑ってるんですよ。素晴らしいんですよね、幸せホルモンバーって出てます。歌歌ってる人も楽しいんですよ。
僕が無の表情で歩いてるよりも歌ってる人の方で絶対幸せです。でサラリーマンの日傘差してる人、その人も自分のこう白く保ちたいんでしょうね。自分の体をすごく意識して、考えた上で周りに見られても関係ないやって、俺は日傘差す、そういう素晴らしいいろいろ考えた上でやってる人なんですよね。俺はなんでかななんでかなって考えてしまう。本来であれば、仕事に集中したりこう講演家の、原稿のことを頭で考えてた方がいいんですけど、その人見てあ素晴らしいって思わないでこう自分もなんかモヤモヤしちゃうっていうことがもう全然良くないですね。全ての人、ニコニコしてる人は素晴らしい、歌ってる人素晴らしい、日傘差してる人素晴らしい、それを見て僕があの人おかしいなって思う僕の感情が、それは直さないといけないところって思ってます。そうですね、いい人のまとめ、まあ、とにかく人の心が分かるようになること。人の心が分かれば、自分がこう言葉を何を選べばいいのかな、表情も何を選べばいいのかな、いろんなとこに気づくようにする。だから、ゴミが落ちてることに気づく、人の表情が変わったことに気づく、いろんなとこに気づくようになると思うんですよね。いろんなアンテナをバッて張ってれば、無だったらゴミが落ちてることも分からない、トイレも汚れてることが気づかない、人の表情が変わったことも気づかない、それだとなんか人生もったいないような気がします。僕は変わったのが、2月の28日、変わって 3、2、3、4、5、6、6、変わって自分がこう覚醒したと思って4ヶ月ぐらいしか経ってないので、まだまだ全然甘いですけども、努力してる、いろんなことに気づこうとしてる、そういうことが僕大事だなと思います。もう変わるのすっごい大変だったんですよ。43年間朝は起きるの辛かったですね。仕事も嫌い、何するのも嫌い、家から出るのが嫌い、家でスマホとかゲームやったりプレステやってるのが一番好きでした。だけど自分のことを愛する、大好きになる、そうするとどん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 変わっていい人になれるかなって思いました。今日はこんな感じですね。イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございました。いいね、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 いいね。